こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ感染症ね、吉根さんが言われてましたけど、私もあれクソくらいなんですよね、実はね。例えばね、自分のせいで感染症がなんとかなったっていう立証不可能なのと、お前のせいだって言われてもあっそうみたいなもんですよね。なんて言いますかね、結局なんか今までもそうですけども、どっかでクラスターが起きたって言っても誰かが責任取らされたわけでもなんでもないですからね。でもっと言うと、もう私の中であれはね、2020年ぐらいだったかな、2020年の春ぐらいにはもうあの話終わってるんですよね。なんでこんな弱小なウイルスによって皆さん大慌てしてるのかなみたいなね、しょうもないなと思ってますね。まあなんか堀江理論じゃないですけども、堀江さんも似たようなことを当初から言われてましたけども、そういうのではなくて、あ、与沢翼さんもそんなこと言ってましたね。まあそういうのではなくて、思い込みなんですよね。もう本当に毎日のようにこれが怖いんではないかなと放送すると本当にそう思うんですよね。で、今回何が言いたいかというと、どの情報を受け取っているのかってことなんですよ。だから怖いよ怖いよっていうような情報を受け取ると本当に怖いような気がしてくるんですよね。で、それが自分の思い込みとなり確信となるんですよ。でもこの確信っていうのは人それぞれ自由に確信してるんですよね。だから私もクソくらいも確信ですよね。錯覚かもしれません。だからもっともっと年数が経たないと本当のことはわからないと思いますけども、私は少なくともね、テレビを見なければ多くの人はこんな思いはしてないと思うんですよ。で、インターネットをパカッと開いてね、まあ、YouTube とかほとんど毎日私見てますけども、まあ、全然上がってこないですね、そういうのは。その手のニュースは全く上がってこない。もうむしろね、あれが儲かります、これが儲かります、金利がどうだとかね、何かによって、ウクライナ情勢進みそうですとかね、飛翔体が飛んできましたとかね、全然どこにも出てないです。今でもね、動画のサムネイル出てるんですけども、どこにも出てないですよね。うん、だから本当にね、多分ですよ、テレビを見るとあの感染症のニュースやってない時がないと思うんですよ。で、例えばニュースが始まるとするじゃないですか。ポーンと6時半、こんにちは、6時半のニュースです、感染症が最多を記録しました、過去最多を記録しましたっていうところから始まるんですよ。だからなんだよって話ですよね。なんですかね。まあ何に恐怖を抱くかはみんなそれぞれ違いますんで、あの感染症を恐れてる人、私はね、笑うつもりは全くないですけども、まあけどね、何かに恐れすぎてやらないのも生きてるとは言えないかなと。まあだからといってね、合宿やりましょうって言ってるわけじゃないですよ。私はね、ちょっとした好奇心でね、あの時の皆さんどうしてるかなと思ったぐらいなんですよ。やっぱり庄山さんにしてもどうしてるかなって思う時があるんですよね。ただやっぱりね、会場取ったり現場に行ったりとかって、吉谷さん、やっぱ負担っすよね。私もだからね、億万長者合宿負担だったですよ。行く必要が全くないんで、ただまあ好奇心ですよね。誰がいるのかなとかね、どうしてるのかなとか、いやー好奇心ですよね。なんかそれに尽きるかなと。だからその好奇心とか興味って怖いものに対して向くっていうのもあるんですよ。だから感染症どうなるのかなって気になりますけども、気になんないんですよね、私ね。気になんないけど、感染症を気にしている人は気になるんですよ。だから配慮はしたいと思いますし、だからもう私もね、全国行脚してないです。思えば全国行脚をしてましたけども、あれも好奇心ですからね、趣味の世界ですよね。何の目的もないし、売り上げを上げに行ったわけでもないし、ただ自分の視聴者さんはどんな人だっていうのと、かつて47都道府県をセミナーで回るといったね、吉谷さんがいたんで、俺が先に行こうかって感じですよね。私はもう全部行ったということで、多分このネットビジネスをやっててね、全国から人が来てもらえ、人が来るっていうのはよく聞く話だと思いますけども、視聴者さん47都道府県に会いに行くっ
ていうのは、もう私だけじゃないかなと思いますね。ピタッと47都道府県、そして海外2カ所行かせていただきましたね。いやー、その後多分ですよ、感染症を恐れる多くの人のことを配慮すれば、私もあの時しかできなかったと思います。で、私のね、母もね、いろんなところに旅に行きました。葛飾、柴又、湯布院、北海道、その他もろもろ、それこそ全国47都道府県とは行きませんけども、まあべったり1年間一緒に旅しましたね。それもあの時しかできなかったですね。今一緒に行こうって言ってもやっぱり怖がっていかないですから、だからそういう人の気持ちはよくわかります。ありもしないものに対して大きな恐怖を抱く、お化けが出るぞみたいなもんですよね。それもいいでしょう。だからそのことを配慮すれば、私もそれにつられていろいろできなくなるけども、あの時やっておけばよかったってことですね。まあ、最後にね、吉谷さんと同じ感想にたどり着くんですけども、もうね、その時しかないチャンスってあるんですよ。で、まさに億万長者合宿のリアルセミナー、それでした。なんかの億万長者合宿をやってみたいなって思う理由の一つに、カレーがうまかったそんなことがあったと思いますけども、あれも今は昔ですよね。あの時しかカレーがうまかったなかったわけですよ。これからね、どんな今しかないが私たちの目の前にあられるんでしょうか。まさに365日、一日一日がその日しかないんですよ、ね、平凡な一日なんて何にもありません。全てが貴重な一日、ただそれを貴重な一日だと思ってないだけなんですよ。思い込んでるんですよね。今日という日はまた明日も来るって思い込んじゃってるんですよ。来ないんですよ。どんな一日も貴重で、精一杯やれるはずだった一日なんですよね。できない事情なんて何もないんですよ。やらなかった自分に対して後からいろんな事情を後付けしてるんですよね。そうじゃないですか。私は振り返って、あの時やっておけばよかった、だからやったんだよ、あの時やっておいてよかった、だからやってよかった、まあその繰り返しです。どう振り返ってもそうですね。インターネットビジネスに出会ってすぐにその世界に飛び込んで今に至るわけですけども、全てをやっておいてよかったなと思いますね。まあそれでもこの程度といえばこの程度なんですけども、自分の人生を買い取るには十分な時間を40から過ごしたなと思いますけどもね。よし、じゃあ2月1日3時37分、今日も行ってみましょうか。いってらっしゃい。